はい、マルマママです、これ関係ないです、気にしないでください。今日一人目ってことで、多分あの LT が受け狙いとかですね、笑いを取ればいいもんじゃないってことは多分私の参考になると思います。同人活動の報告と今後の展望ということで、私は、国際展示場前企業に所属しておりまして、パルの同人誌出しています。でその2014年版 で、あと八王子ゲームにも所属してます。で、まず一部、4部あります。スピリチュアルの話させてください。今日は何の日ということですね。もちろん、僕の話なんですけど、今日やりたかったのはここだけなんで、あとまず基本的に流させてもらおうと思います。今期の活動報告ですが、その前にちょっと一つ、私事で恐縮なんですけども、10年近く週5日間パールと向き合うですね、南国のようなこう、ね、生活をやってきました、実は。で最初に踏み切り前は週7日、アクネモジュールと向き合いますで、ですね、最近やっとですね、状況をこう脱出し、新境地へ行きました。要はちょっと職が変わったわけじゃないですけども、ちょっと労働環境が変わりまして、週4日はパルト向き合う生活ですね、少し落ち着いた感じです。で、あとですね、スカラの、ね、お仕事したい方いましたら、ぜひご連絡ください。スナーでパールかけるお仕事です、募集しております。よろしくお願いします。ということで第2部に入ります。本編です。活動ですけども、今年のアクメ大会2014年ということで、スペックですが、394ページ 500g 超、511個のアクメモジュールの話と、あとは560ページがパール入門になっておりまして、一応パール 5.20 5.20 までは一応補足説明してありますので、キー、ハッシュキーのランダマイゼーションとか、あっちの方を、一応ちゃんと取り上げておりますので、ぜひご覧ください。で、チャームポイントですね、表紙のチャームポイント。今回ですね、2人こう、芝居に並んでおりますけども、ポイントの右端の斜めですね、これちょっと読みにくいですけども、110回目のあれって、祝110回って書いてある、もちろん6回ですけども、で書いてあります。あと、雑なパールっていうチラシがおまけについておりまして、存在しない役目文字をですね、3つ探すっていう、そういうゲームがあります。ぜひ。よろしくお願いします。で、はい、夏コミのハイライト、いつも夏コミと冬コミに出ております。で、画期的な売り声を思いつきました。で、それは何かっていうと、パールの人だけじゃなくて PHP の人もパイソンもルビーをですね、ご覧の人もご覧くださいって考えたんですけども、一番この売り上げだけがですね、反応がなかったのです残念です。もっと正直にします。はい、ところで夏コミの会にですね、タクシーの中でですね、相方がボソリと、言いました。あんたいつまでこれやるのめっちゃ臭いですよね。ページが増えているし、値段はね、1500円で結構ちょっと高めになっちゃってますし、ダンさんからは差分出せって言われますし、ご協力してますので、もう一回ね、私も40近いんで、そろそろ買い場合だと終わりにしたいですね、ということで終わりにしますというふうに宣言しておきます。ただ終わる先は4年くらい前からやっているので、ちょっとまだどうなるか分かりません。というわけで、この早くやるんですけども、イベントホール無限コーヒー横で販布中です。今日はもう終わってますけど、明日はぜひね、よろしくお願いします。あと、平松さんの、みやびなパールの方もですね、販布しておりますので、よろしくお願いします。あと、個人的には何冊か持ってますので、欲しかったら言ってください。販布してます。販布してますということで、タイトルに余りますと、赤字&浮き輪に問われまして、役所には離婚という購入事例があって、大変さんも含まれているので、ぜひ、皆さん、買ってください。はい、平松さん、はい、第3部行きます。シールですね、当然シールの話をします。毎年記念シールを発行して無料で配っていますのでもらってほしいんですけども、今年こういう感じです。で、シール去年より何でした、200枚作ったなりで、はい、150枚ぐらい余ってるなりで、お願いもらってって、ここまで去年と全く同じネタなんですけども、違いは唯一100枚余ったのが去年で、今年が150枚余ってますのでもらってください、お願いします。ちなみに火曜日に旅行して木曜日に届きましたり、こんなに簡単に飲んでたんで、ちょっと社会的にどうなんだっていう気がしましたけども、これぐらいでギリギリの納期でいいんだったら、世の中平和なのかなとちょっと思いました。はい、第4部入ります。もう聞かない、やっぱり新エリアにふさわしい、アナログゲームですね。はい、新曲のデスティですね、中二病的なんですね、ダンパンダゲームを作りました。兼ねました、新曲どうですかって掛け声とともに一緒にカード出して、ダメです、ダメです、言います。で、中病でこれはまた的ですね、これは薬師さんで的を、コミケにされてまずい。で、新しいガジェットで遊んでとか、寿司の食べ過ぎとか、こういうだんだんダメな理由が出てきます。で、他にアイテムとして、言い訳とか、土下座とかですね、賞賛とかですね、開きなどでこう、戦うっていうですね、嫌なゲームだったので、ごときしました。他にプログラミングゲームどんじゃと考えて、役とかですね、なんか、カスガン号とかそういう役とか考えたんで、まぁ、ちょっと考えてる最中ですということで、終わらないで、アンドワンはスイングというのでね、一つもう一回ありますので、こちらの方ちょっとゆっくりとですね、まだ時間もないのかな。1分前のあれ近づいてきてるってこと。はい、やってください。